皆さんおはようございます。今日5月25日、私は水のオープンの試合会場に来ています。なんと私は今からこのトーナメント会場の裏側をぐるりと回っていきたいと思います。見どころ満載なので、皆さんも試合会場に来た際にはぜひぐるりと回ってみてほしいです。では早速行ってみましょう。まずは生放送中のゴルフネット TV さん、1番ホールをねずっと中継してるらしいので、そこに乱入潜入したいと思います。ますけれども、なんかあれこちらの放送席に乱入してきました。急に華やかな。あれ、西武田さん、今日はリンゴルフ、はい、はい、今日はこういうトーナメントの裏側ですね、はい、皆さんが知らないこともたくさんあると思う、はいはいはい、そこをどんどんどんと紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございました。スペシャルゲスト、佐々木さこさん、リンゴルフの皆さんでございました。ありがとうございました。最後。はい、次行きましょう。次行こう。はい。水野の契約プロの小田井選手がバンカー練習をしてるんで、バンカー苦手だから、ちょっと何か盗みたいと思います。すごい。こんなにさ、あげるの？ちょっとですね、イケメンですね。イケメン、プロゴルファーのイケメン担当ですね、きっと。すごい。アプローチやります。私の苦手なアプローチ。おお。クラブ舐める練習なんか新しいかも。いや、わかる。私持ってる、なんか投げれない。いいの見れたね。では今からギャラリープラザに行ってランチを食べたいと思います。あ、いっぱい売ってる。あ、うまそう。すごい。揚げたこ焼き。はい、スペアリブを2つ。はい、はい、ありがとうございます。もち煮込み1つ。もち煮込み1つ、はい、いきます。じゃあ、いただきます。多分現金でも買えるし、チケットでも買える。買える。パラソルは風が強いから自分で開くらしい。できた。じゃーん、スペアリブ、スペアリブ。美味しそう。うん。こういうところで食べるご飯は美味しく感じる。風が超強い。はい、お疲れ様です。ようこそ水のオープンへ。ありがとうございます。はい、いろいろ見たいでしょ。見たいです。最初ね、水野でね、ツアーバスと呼ばれてます。このバスね。誰でも入れます。時間が限られてる。なるほど、この時間であればね、はい、ので皆さん来てください。じゃあ早速中がどうなってるか、はい、紹介してもらいたいと思います。ね、キャンピングカー的な。まあね、ちょっとこういう改造車。そう。すごいですね。もう工具だらけというか。そうなんですよ。これでね、これヤスリついてるから。で、これで削ったりとか。削ったりね。スピンのなんかそうそうそう、入りが悪いとか。そうそうそう、抜けが悪いとかね。なるともうここで。そう、ここで削って。他にもグリップがあったり。そう、アイアンも入ってるでしょ。アイアンもある。ドライバー、アイアン、うん、ちっちゃい工場。ほら、すごいでしょ。これ向こう側にシャフトが入ってる。以上、これがワークショップカーの紹介になります。じゃあ次行きましょう。はい、はい、行きましょう。練習場ですね。はい、これはザ・ロイヤルゴルフクラブの中のドライビングレンジですけど。すごい。練習場のボールが水野のボールになってる。そう、当然本球です。動画のみって書いてある。そうなんです。動画のみなんですか。そうです。お、例えばあの選手のスイングを真似したいとかね、そういう方がいたら、まあ、動画撮ってそれを見て自分の、まあ、教科書にしてもらうっていう新しい試みで、あまりこう、ね、トーナメントってね、カメラも動画も禁止なところがほとんどなんですね。はいはい。まあ、それはプレーの邪魔になったりするんですけど、まあ、ここは練習場なんで、ぜひ選手のスイングを参考にしてみなさんのゴルフの上達に役立ててほしいということで、今回新しくこういう、フォトエリアを作りました。はい、皆さん動画を撮る際はフォトエリアからお願いします。そうなんです。まあ、今水野高山選手が打ってます。すごい迫力でしょ。今日のコースはどうですか。コースすごいタフですね、やっぱり。うん、まあ、ちょっと昨日と風も逆だし、うん、16番なんて今日アゲンストですから。16番あそこじゃないですか。はい、でピンがね、40ヤードも奥で、うん、プロが打って3打目がまだ3番ウッドや5番ウッドになる。
プロでも実質風入れると800ヤードぐらいになるんじゃないですか今日。今日ね、プレッシャーに強い。めっちゃすごい。どうでした今日？いや今日は風がやっぱりインコースがすごい難しかった、はい、やっぱりインなんですね、まあ、16番も16番、ね、やっぱりみんな16番なんだ。やっぱり距離稼ごうとするとラフからまた左のラフっていう風にちょっと絡んでやっぱり距離稼げないですか？です、ね、足がつま先上がるんですけど、うん、まあ、ライはいけるかなので、うん、ちょっとこっけってなるほど、でもどんどん左ラフ、なんとか下の段乗って、うん、あ、読売テレビの中継、はい、中継の放送席だ、はい、にやってきました。じゃあちょっとね、ちょっとだけ覗けるってことなんで、いろいろね、企業秘密もある、うん、ちょっとだけちょっと遠目から、あ、なんかスコアボードみたいなありますね。テレビが20台ぐらいありますかね。なんかいろんなカメラの中継を一気に見ながら、こうスイッチで今ここみたいな感じでやってるんじゃないかなと思います。以上、この読売テレビの放送センターになります。では次行きましょう。斉藤キャリービレッジやってきました。これはどういったところなんですか？本来クラブハウスっていうのはプレイヤーしか入れないですから、タイドキャディさんがクラブハウスに入れない分、こういうね、タイドキャディさんだけが入れる、だけが入れるブースを、うん、そういうブースを今回ミズノオープンが作って、まあ、海外ではもう当たり前のことなんですけど、海外ではよくある光景なんですか？海外ではほとんどの試合このシステムを取ってます。キャディさんはここでご飯を食べたり、そうです、まあ風の計算を次にこういう感じかなって計算したりとか、そうですね、他のキャディさんたちと情報交換もしたりね、情報交換したりとか、新しいですね。じゃあ以上、タイドキャディビレッジ紹介でした。続きまして、スコアカード記載エリア、まあ、つまりアテスト会場ですかね。そうですね、アテスト会場、18番ホールがあそこになりますね、はい、あそこから選手が上がってきて自分のスコアカードを提出するところです。係数が、あ、回線がある。このラインの向こう側から出た瞬間にもう終わりです。もう何も訂正もできない、できない。そういうことよく知ってますね。知らなく、あの、うん、そう、私たちだとロープとか、ロープとかね、なんかとりあえずここからっていうのが言われるんですけど、はい、赤いラインが、線があります。そうです。ミズノのコーポレートハウス、うん、はい、これはまあ見ての通りすごい一つだけドカンと立ってますけど、ミズノのお客さんとか、招待した方をおもてなしするというスペースを、うん、つまり VIP ってことですね。 VIP ちょっと見に行きません？はい、見に行きましょう、うん、はい、やってきました。やってきました。いや、もうすごいですね。別世界ですね。別世界です。なんかもうすごいですね、うん、まあ、改めてこのグリーンを見ると、うん、なんじゃこりゃっていう、多分でもね、このね、カメラに映らないんですよ。そうですよね、このうねりで、うねりが、うん、もうね、なんじゃこりゃってところにもピンあるんですけど、うん、2段目地点に男子プロの方がいるんですけど、うん、どうですか？アトムかな、うん、どうですか？おおおおおお、あの傾斜を利用して、うん、素晴らしい、ナイスオンです。スコアの速報が見れます。面白いですね。じゃじゃーん、茨城といえばメロン、すごいですよ、さすが、もう品揃えが豊富。食べ放題ですか？飲み放題です。飲み放題、飲み放題です。いい、食べ放題、飲み放題、シャンパンもある、さすがビップっていう感じですね。入った、あー、クランってなったね、今ボールの気持ち。これ有名なやつ、あ、ありがとうございます。どうぞ。みんな熱中症にならないように川谷さんの前でこれをゲットしてください。パッティンググリーンの上にやってきました。ここは普通は絶対入れないんですけど、ちょっと許可をいただいているので、どれぐらいのグリーンの速さで今日プロは戦っているのか知りたいと思います。うん、なんとなく察知してあの距離感出せるっていうのはまあまあすごいです。勝負したらちょっとやられるかもしれない。あ、嘘。試合に出て
ないのでちょっと緊張しました。あでもやっぱりこう綺麗なので、綺麗だからね、しっかりストロークできないとあの結果もしっかり出ないし、こういうところでやってるとだんだん上達するのが早いかなと思いますよ。ちなみになんですけど、うん、私の力で今日、まあ、アイアンとかで打った時に、うん、グリーン上止まりますか？コンパクションで24っていう硬さなんですけど、はいはい、24っていうと男子ツアーで打つと、まあ、ほぼほぼ普通なんです。男子プロだったら十分あのスピンでバックスピンもかかるぐらいの硬さなんですけどね、はいはいはい、心さんだったら多分9番アイアンぐらいだったらポンポンっていう感じで止められるかもしれないぐらいの感じ、うん、だけどってことはウッドで打つともうさよなら、ね、多分ねウッドで打ったらコロ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 もう行きますよね。綺麗にだから綺麗に打てば結果も綺麗に入りますという、こういうグリーンを経験してもらってよかったです。はい、うん、ありがとうございます、はい、桑原プロ今日はありがとうございました。なかなかない経験を本当に今日はさせていただいて、あぜひ本当に生で来て皆さんにも楽しんでほしいなと思いました、うんはい、で当日券はまだまだあるんですね、はい、そうです、はい、当日券入場券もありますのでぜひ現地で選手を応援してください、うん、テレビの放送は読売テレビ日本テレビ系28ネットで5月26日土曜日14時30分から15時25分と5月27日日曜日13時30分と14時55分に生放送です。ライブです。はい、現地で来られない方はぜひテレビでご覧ください、はい、4名行くんですよね。そうです、全英オープン4人行きますからね。上位の4人が、うんまあ、全英行って向こうで活躍してくれることをね願いながら、はい、はい、願ってます。見てほしいなと思います。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ぜひ土日はここに足を運んでください。バイバーイ。今日は控え室でザ・ロイヤルゴルフクラブさんの宿泊施設を利用させていただきました。あまりにすごいから紹介したいと思います。ベッドがドーンと、はい、景色はこういう感じですね。もっとコースが見える方もあると思います。もうね、一番びっくりしたのはトイレ、トイレからコースが見えた、びっくり。でさらに洗面所、普通2ベッドルームって洗面所1個なんだけどね、2個ありまして、お風呂もおしゃれです。でまだオープンしたばっか、すごい綺麗です。すごい豪華な作りになってます、ね、以上おまけですが宿泊施設紹介しました。